殴り込みか。俺様も連れてけよ。ニトラ、勝利は勇者のもとに。つまり俺様だ。ここで幸運してるとリングで戦ってた頃を思い出すな。だが幸い俺はもうあそこに戻ることはない。黒騎士、特等席から見ててくれ。エクセレント、エージェントのために BGM をかけますか。ジャンプ大将、さてドイツから死にたい。同意。ライトとは友好的関係の意思を尊重。おい、ダンキュー大将。戦闘は間もなく終わります。お楽しみいただけましたか、マスター。ダンキュー大将。あの悪党どもめ、舌を巻く念の入れようだったが、結局はおつむの悪さで台無しにしたな。ほう、ライトさんにはもう全てが分かったと。一体何がどうなっているんだい。プロキシー、製油所にいた賊どもを覚えてるか。二日目に俺らでのした連中だ。ああ、覚えているとも。あの大げさな走り屋が君たちに報復を託したけれど、結局大した連中でもなかったという。そうだ、あいつらのアジトで見つけた地図、あれが輸送ルート襲撃を匂わせてたのが、そもそもややこしいことの始まりだった。最初こそ輸送ルートを狙った2つの悪党ども、その一方が覇者を使い走りにした結果、製油所の奴らが潰されたんだと思ってたが、もう一つの可能性に思い至ってな。さっきのトラック強盗で確信した。ことを仕組んでたのは製油所に潜んでいた奴らの方だ。なるほど、さっきのトラック強盗の正体は製油所にいた悪党たちだったというわけか。ああ、走り屋になりすまして俺らにすがりついてきたのも、しょっぱなやけにあっさりやられたのも、全ては仕込み、やらせってこった。覇者の制裁を食らったふりして表舞台から消えつつ、裏で力を温存、満を持してのトラック強盗ってとこだな。ジャンクションにたむろしてた奴らは何かと目障りだったんだろう。だからカリドーンの子を使って消したかったんだ。策士策に溺れるの典型的なパターンだ。カリドーンの子を操り人形に仕立てたばかりにトラック強盗が露呈するなんて間抜けだな。護衛についていた先代赤いマフラーだけではなく、東大まで巻き込んだ夢の共闘に打ちのめされることになったんだ。運がいいのやら悪いのやら。連中ここまでしたんだ。あの旧文明の遺物とやらはさぞ金になるんだろう。よっ、店長にライト。なーに話してたんだ。パイセン、ブツの方はもう届けたんすか。ああ、郊外を抜けたらそっからはずっと
順調でさ、出くわす信号全部青。ひょっとして今日は俺のラッキーデーか？ビリー、いいところに。ちょうどライトさんと積み荷について話していたんだ。君は荷下ろしが終わるまで残っていたかい？旧文明の遺物とは一体何だ？俺とプロキシは相当な値打ちもんだと睨んでる。あの壮大な茶番劇に見合うほどのな。ああ、多分そうだと思うぜ。依頼人のやつ、あれの話になった途端目がキラキラし始めたからな。なんでも旧文明の工業と道路文化の象徴であり、世界に知らぬ者のいない純白の心臓、道路のあるところには必ずあるんだとさ。そう聞くとなんだかすげえ感じがするよな。ただただ、ああ、俺が旧文明のことをあんまし分かってねえってのもあるけど、そいつはなんつうかマシュマロ？違うな、いかつい輪ゴムみてえな。いやあれはそう、タイヤだ。白いタイヤを重ねて作った人間みてえでさ、なんかヘンテコなんだが、とにかくでけえんだ。旧文明じゃマジであんなのが工業と道路文化の象徴だったのか？さあ、あの時代じゃそういうセンスが普通だったんじゃないすかね。さて、メンツも揃ったことだ。プロキシー、一杯やりに行くか？え、俺もついてっていいのか？バーニスを探しに行くか。あいつなら何かしら見繕ってくれるだろう。付き合ってくださいよ、パイゼン。